こんにちは。うん、元気みたいだね。安心したよ。あ、いいよ。あ、不意に気づいたんだけどね、もうずいぶん長いことこうして友達と気兼ねなく話してなかったなーって。なんだかすごく幸せを感じるの。そういうことなのかな。でも悪いことじゃないと思うよ。些細なことで満足できるってことはすぐ元気になれるってこと。その元気を他の人に分ければきっと幸せを感じてもらえるでしょ。うぅ、そんなに褒めないで。褒められてばかりだと成長できなくなっちゃうよ。こんにちは。うん、元気みたい。あ、いいよ。あ、不意に気づいたんだけどね、もうずいぶん長いことこうして友達と気兼ねなく話してなかったなーって。なんだかすごく幸せを感じるの。それは当たり前のことだよ。いつもみんなにはお世話になってるんだもん。私も頑張ってその優しさに応えなきゃ。うぅ、そんなに褒めないで。褒められてばかりだと成長できなくなっちゃうよ。